はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、この動画では、またね、なんか反日売国税、ね、国会議員を装った、ね、反日売国どどもが、税金使って、夏休み、海外旅行に出かけますよっていう。あ、今度は坪井民党さんじゃないです。ね、反日特定野党界隈の、立憲共産社民令和の、立憲と令和ですかね。あの、立憲の小川さんと、ね、令和の山本さんたちが、ね、税、一応なんかもう、私費でとかって、ね、この、最初に、ほら、松川さんとか、今井さんなんか、この批判。てか、分かってねえな、やっぱりこいつら。もうなんかこの、ごまかしたり隠したりする必要がやっぱないんだろうね。って踏んでんだろうね。うん。あいつらとは違うぐらいのつもりなのかな。ね。一緒ですよ、これ。だって言ってることも、やろうとしてることも。あ、なんかこれいつの19日、昨日の時点での、今日深夜旅立つんだが、もうなんかちょうど向こう、もう現地に着いて、なんか2泊3日ぐらいの予定っぽいんだよね。3日間の予定でシンガポールに行くらしいんですけども。しかも名目が、あれなんだっけ、この、松川さんとか今井さんたちは何視察って言ってたっけ、こいつらは。あ、でも結局行って、なんか視察、なんか調査のために、なんかマイナンバーで視察することなんかあるの？しかもお前らが。で、場所がなんでシンガポールなのかなっていう、そこだよね。うん。舐めてるよね、相変わらずね。うん。特にこの立憲令和。立憲社民共産令和でしょ。立憲共産社民令和か。うん。まあ、立憲の小川さんと、ね、令和の山本太郎さんたちが、ね、うん。税金でシンガポール訪問してマイナンバー調査という名目でね、僕初めての東南アジアなんですよ。今日の深夜に行くんです。行ってきまーすみたいな。うん。ふざけてんな。どう考えても完全に夏休み慰安旅行じゃんな。うん。で、しかもなんかこのわざわざね、このツイッターでこの連投してね、うん、ドヤ顔で、もうなんかどういう神経だろうな、これな。大変急な報告で恐縮ですと。ね。何が恐縮ですだよな。本日深夜、山本太郎さんはじめ、立憲令和の有志メンバーで、マイナンバーなどデジタル政策調査のため、3日間の予定でシンガポールを訪問します。私にとって初めての東南アジアです。あ、これ小川さんが言ってるんですよ。まず国会議員の海外調査に国民の厳しい目が注がれていることを深く自覚したいと思います。それでこの行動だからな。もう舐め腐ってる以外の何者でもないだろう。うん。止められるもんなら止めてみろよ、みたいな。もうだ、挑発だよ、挑発。煽られてんですよ、我々国民、有権者は。いい度胸だね。じゃなかったらもうだいぶずれてて、かなりもうおかしいぞ。うん。で、今回、有志の訪問で直接国費ではありませんが、なんだ直接国費って。間接国費は OK だろ。それぞれ私費及び政治資金などから、あ、ここだね、工面することになりますと。コロナ禍で海外との交流が途絶えていましたが、今年に入ってノルウェー、ドイツと、国会議員の、訪日対応に当たるなど、徐々に交流が再開されつつありますと。とはいえ、円安、物価高で国民が海外渡航しにくい中、その重みと責任を強く感じながら行ってまいります。だって、ふざけんなよ。お前らにそんな神経なんかねえだろ、どうせ。改めてご報告の機会を設けさせてくださいよと。で、その、まあ、名目ですかね。マイナンバーなどデジタル政策に関するシンガポール融資調査団だって。何の調査団だよな。アホや、アホタレどもが。一応なんか、何人いるこれ ?8 人ん ?7、7、8人か。立憲の方が小川さんでしょう、手塚さんでしょう、伊藤さんでしょう、中谷さん。うん。税制調査会長、幹事長代理、災害緊急事態局、副局長、デジタル PT 座長。令和の方が山本代表、高井幹事長、大石政策審議会長だって。プラス民間有識者って書いてあるけど、これ何人あれ、松川さんたち何人言ってたっけ、自民党女子38ミリみたいな。8ミリおかしいな。なんだっけ ?38、なんか38だか48とか、そんな数字だったよね。うん。こいつは何人で行くの、なんかこのプラス民間有識者って。何人だよ。どこのドイツ連れて何人で行くんだよな。うん。だ、そもそもがこれ、ね、自民だろうがそうじゃなかろうが、ね、お前ら政治や連中の海外視察なんてもう必要ねえよ。
ただの遊びだろ。うん、でね、このなんかこの海外視察のこの仕組みじゃないけど、なんかその落とし穴、落としどころ、まあなんかそういうのがあって、いやこの専門家がいないと、ね、そもそもこの行った先でまともに相手にもやっぱされないわけですよね。でそもそも立憲だの令和なんてもうまともにね、うん、例えばなんかもう別にシンガポール政府、ね、まともに相手なんかする価値もないって判断するよ。日本の国内でな、立憲と令和なんてもうゲのゲのゲのゲみたいなもんじゃん、所詮は。ってなるとね、このてめえたちがこの望む結果になるであろうコーディネーターがあてがわれるって、まあつまりそういうことです、ね、仕事する気なんかさらさらないですよ、当たり前じゃないですかね。うん、何が国民の厳しい目が注がれていることを深く自覚したいと思います。ふざけんなよ。そんな自覚があるんだったらまずバッチ外してやめろよお前らは。へえ、観光旅行、夏休み、ね、シンガポール旅行に行くんだってよ。うん、だから前もね、このなんか松川さんたちの時も言いましたけど、ね、別に遊びに行くなら遊びに行けよ。うん、普段から仕事なんかしてねえから時間はあるだろう。ね、自腹で行ってこいよ。ね、この議員として、ね、この日本の政治家として、ね、何の役にも立てないんで、ね、ちょっと出かけてきますって。てめえの金で行ってこいよ。うん、だからよ、ね、なんだろうこれ、超低空の予防線を張ってるつもりだったりするのかな、立憲さんと令和さん的には。うん、てか、こんなもん、成果報告なんか、なんかあるわけ考えるまでもねえよな。うん、しかも、だってデジタル調査って歌ってんのにさ、ね、全部オンラインで済むだろ、じゃあ。いやー、なんか楽しそうじゃないですか。ね、マーライオン前での記念写真期待してますよ。しかもあのパン1で例の、ね、オンラインでやっとけよ、オンラインで。はあ、わざわざ海外に行かなくてもオンラインで済むってね、おっしゃってなかったっけかな、オタクの党の皆さんはさ。ああ、しかしまあ、なんで今ま、なんつん、なんて言うんだろうね、こういうありさまはね。うん、いやいやいや、ね、普通に夏休みはただの旅行じゃん。ね、うまいもん食いに行く。ね、あとはまあ夜の街に繰り出してさ。な、ね、それこそオンラインでできるのになんでわざわざ出向く必要があるんだよな。ってお前たちが以前言ってたんだろ。え？なんでてめえたちは堂々と、ね、出かけていくんだよ。もうだいぶ頭おかしいんだよな、やっぱこいつらな。へえ、ようやるよ、ほんと。で、じゃあその松川さんたち、ね、松川さんは松川さんでなんかよくわかんないね、このなんか領収書、ね、2000円ポッチの領収書も出さなきゃいけないなんてめんどくせえみたいなことほざいて、また批判されてたよね。また炎上してたよね。いやいや、あの、民間人みんなやるからそれ。ね、経費だろ？めんどくせえじゃねえよ。みんなやってんだけど。で、まあなんでまた再炎上させてんのかっていうと、まあなんか松川さん曰く、2000円の経費が出てもね、査問まで必要。まあ、生産にこの苦、この一連の流れっていうか、この仕組みになんかこの苦言というか文句垂れたんですよね。で、まあ、増税派が2000円の、いわば自腹に怒りみたいな、まあ、そういう批判が来てると。で、まあ、松川さん、まあ、憲法改正派、尖閣諸島を守り抜くとか、まあ、過去の発言とか行動とかですかね。っていうのを照らし合わせながら、まあなんかこのモノモース系のこの記事があるんですけどね。まあ一般国民はやってますからね、経費ね。まあ確かにめんどくせえっちゃめんどくさいんですけど、ね。いや、経費でっていうのはすごいめんどくさいことはやるもんでしょ。まあ僕もほら、ね、一応なんかこの法人格取得して、ね、この会社としてやらせてもらってるんで、まあ税理士さんに、前はね、毎月このなんかね、会って対面でね。で、まあなんかその、まあ、1ヶ月分のこのね、この領収書とかさ、ね、その辺こう渡してましたけど、今なんかね、このオンラインで、なんかこの銀行とかこのカード情報とかなんかこの登録してさ、なんかこの日々のこのなんか、あ、一応なんかそのね、このレシートっていうか、まあ領収書なんかちゃんと取っといて、ね、でもこのまとめて、半年分とか、ね、まあ、決算1ヶ月前とかまでになんか全部一式揃えてっていう、毎月毎月なんか会って渡す必要はなくなってね、
うん、あとはまあほぼほぼ僕もなんかもうね、別にあのカッコつけるつもりはないけどね、楽だし便利だから、まあカード決済、あとポイントもつくしね。うん、基本もう現金は極力使わない生活、全くゼロではないですけども、うん、っていうのをこのまあさせてもらってるんでね、うん、それでもなんかやっぱりこのね、うん、領収書、うん、もらうときはもらうように、でこのあほら病院行ったりとかしたときなんかはね、うん、あの薬とか、まあなんかそういうこのね、ちゃんと控えて取っといてね、うん、まあ何ヶ月かに1回、まあ大体半年に1回、もうちょっとあれかな、4ヶ月、5ヶ月ぐらい、うん、に1回、まとめて、まあ、郵送したりとか、うん、しますけどね、うん。っていうのは別に普通にみんな、どこの人もやるでしょう。ね、事業主さんとかね。うん、そんなんで文句垂れられてもな。でね、まあ、立憲の話、まあそうそう出ないんで、あれなんですけど、なんかこの立憲のこの原口さんと、あとこの参政党さんのこの神谷さんが、今日ね、このコラボした街頭演説でコラボしたみたいな、そんなニュースが出てきて、原口さんは原口さんでこれどうしちゃったんですかね。なんか病気だったっていうのをこの聞いてましたけど、もうなんか人が変わってますよね、これ。本当に同一人物か一気になんかこう老け込んだというかさ、ヨボヨボになっちゃったっていう、なんかそんな印象なんですけど。ていうかこれ、ね、僕のこのチャンネル動画のこのコメントにもね、この参政党、参政党で、未だにこのなんか参政党を支持するコメントってすげえこの飛んできますけども、あ、別にその人はその人で、そういう感じ、全然ね、特にこの非難はしませんし、まあ僕もこの否定も肯定もしませんが、参政党さん的には、この立憲のこの原口さんなんかと、あれですよね、たまたまこのなんか街宣活動、ね、この表で、ね、うん、この選挙期間中とか、たまたまなんかこのね、この道挟んで向かい側でね、っていうんじゃなくて、最初からそういう予定で一緒にやりましょうって、コラボっていうことはそういうことだよね。たまたま同じようなね、この近い場所でっていうんじゃないよね。うん。こんな企画をしてて、参政党さん側にはこれメリットなんかあんの？デメリットしかないように思えるんだけど。だって参政党さん一応掲げてるテーマは真の保守とかじゃないの？ね、坪井民党なんかには任してらんねえっていう、支持してる人たちはそれをこの期待して応援してるんじゃないの？もしそうだとしたら、立憲共産社民令和なんてまるっと日本の敵じゃないですか。是々非々の是も何もないですよ、こいつらは。そんなやつらとコラボ？原口さんだから良しとしたっていう、そういう判断ですか？うん。参政党さん側にこれメリットなんかあんの？立憲とコラボですよ。たかが演説かもしんないですけども。これじゃあなんか参政党さんのことあまりよく知らない人たちからはね、立憲共産社民令和賛成みたいな。そんな風に見られますよね。うん。立憲共産社民令和とね、ほんのわずかでもつるんだら、やっぱり あ、そっち側だって判断されんじゃないの？うん。まあ結局はね、日本のこの国会議員ね、日本のこの政党、うん、政治や連中ばっかりだっていう、そういうことなんじゃないですかね。うん、なんか本当に日本のためにこの仕事する人ってなんかどうしたらこの出てきてくれますかね。ジャパンファーストって金にならねえから誰もやりたがらねえのかなね。一応なんかこう、まあこれは性善説とは言わないかね。ジャパンファーストって別にこの日本国内で日本社会、日本国民がとか日本企業がっていうこの動きは何も特別なことでも何でもない当たり前のことだと思ったら、もうなんかそうじゃないんですよね、気づいたら。うん、気持ち悪いよな、本当な、うん、何を話したのか知らないですけどもね。立憲の原口さんと、ね、参政党のね、この神谷さんがね、うん、まあコラボ街頭演説って書いてあるな。うん。まあ別にね、うん、真の保守だかエセ保守だか、そんなんどっちでも僕にとっちゃもうどうでもいいっすよ、はっきり言ってね。うん、あ、別に応援してる人を否定するつもりもないっすね。うん、応援するっていう人は応援したら いいんじゃないですかね。うん、ただまあこれね、うん、立憲側は
ね、まあメリットあるかもしれないよね。立憲共産社民令和でプラス、ね、参政党さんも、ね、こいつらなんかと一蓮托生で行くっていうつもりなんでしょうかね。うん、まあだから、まあ、立憲目線、立憲目線ではないけど、まあ、立憲はね、この今度は参政党さんにこの抱きつきに行ったのかと。キモいのな、キモいよなと。ね、盛りかよと。うん。まあ、わけはわかんないですよね、普通に。うん。確か原口さん、ね、ちょっとなんかこの健康面っていうのかな。うん、随分突然バタバタっとこの吹け込んだ、なんかそんな印象ですけども。なんすかね。うん、ほとんど別人だろうと思いますけどね。うん、まあいいやね、どうせなら立憲共産社民令和社民公明賛成ね、ゴールデンコラボでもね、うん、なんか組んだらいいんじゃないですかね。なんかもうこれらで打線組んでみたみたいなことやってみたらいいじゃんね。そうすればもう過半数取れるかもしれないよ、知らないですけど。うん、まあいいやね、とりあえず今回は以上、サーレでございました。ではまたごきげんよう。